はい、おはようございます。三島方面を移する適正会社です。はい、今回はそうですね、今回はこちらです。はい、寺本駅に来ております。あったかくなりましたね。はい、ここは寺本駅でございます。はい、でこの近くに確か先輩がのがスクールバスを乗り降りした場所があるんですよね。はい、周辺施設はまあ車屋さんがあったり、ちょっと行った先にはお菓子屋さんだったかな、まあ分かんないけど、があったりしたんですよね。はい、懐かしいですね。まあ今はどうなってるかわかりませんが、はい、火がありますね。はい、寺本駅のご本尊でございます。あとはそうですね、あとはこの大きな橋がトレードマークですな。はい、っていうかランドマークですね。はい、スクールバス時代はもう何百回近くもここを通ったんですよね。はい、おお、わかりませんね。いえ、ただの煙突です。はい、まあ語れるところで言ったらこんなことぐらいでしょうかね。はい、そうですね、ここは知多市の所属になるのかな。はい、知多市ですね。はい、今日はちょっと分かりづらいんですけどね。はい、なぜなら東海市に入って、からの知多市なんですから。でその次は知多市からの常滑市になるわけですね。はい、以上です。それでは今回はここで失礼させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。